はい、こんにちは、ティーガールです。今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第59号から65号まで一気に紹介したいと思います。で、ちょっと休んでいたわけなんですけども、ずっと椅子を作るだけの作業が続くということで、まとめてやろうかなということで、ちょっとお休みしてました。で、65号で、全部の椅子が揃いますので、ここまでの作業をこれから一気にご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではまず59号ですね。これは運転席でやったのと同じ作業の、左右反対になったバージョンということで、パッセンジャーシートの方ですね、同じように組み立てていきます。はい、これで59号が終了となります。続いて第60号やっていきます。はい、それでは第60号ではリクライニングレバーですね。まずはこちらの方にこのような形で取り付けをして、ここ差し込んで、ここネジ止めですね。はい、そうしたらここにこのような形でシートレールですね、このような形で乗っけて、ここネジ止めなんですけども、この時に使うネジ、この DM、 この DM のネジを入れる時に、前回もご紹介してるんですけども、オーリングですね、補修用オーリングというのが売ってまして、内径 2.8mm、 こちらのオーリングをここに挟めてネジを締めることによって、要するにこれがカチャ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 動くのをですね、程よいテンションに自分で決められるということですね。強く締めて自分の好きな位置で止めてしまうのもいいと思いますし、もしくはですね、程よいテンションで動くようにしておくのもいいと思います。で、この作業は一度ネジ山少しこうこのような形で作ってからやった方がいいですね。はい、このような形で程よいテンションで動くようになったら、次にこちらですね、こちらの方にこのような形で重ね合わせて、ここネジ止めしていくわけですね。はい、このような形でこれで第60号が終了となります。続いて第61号やっていきます。はい、それでは61号の組み立てですね。スポンジをまず入れて、こちらの、バックのプレートをこのような形で入れていきます。こうですね。はい、で、ネジを止めるわけなんですけども、 LP のネジを使って 1,2,3,4,5,6 箇所ですね、6箇所止めていきます。はい、で、6箇所じゃなくて7箇所ですね。ここと、あとこっちですね。こっちは MP のネジで止めていきます。はい、そうしたら背もたれをここのところにこのようにセットして、ここ BP ネジですね。はい、そうしたらこの背面をここにこのような形で貼り合わせてネジ止めしていきます。はい、で、ネジ止めするのは一番上の穴とここですね。ここ2箇所ネジ止めしていきます。はい、で、ネジ止めしたらこちらのプレートをここにこのような形でパチンとはめておくと。で、ここですね、ここはこれがこのような形で入ってこうですね。で、ここネジ止めしておきます。はい、そうしたら最後にこのシールをここにこのような形で貼っておいてください。ただですね、劇中ではこのシールないみたいなので、私の作っているこちらのモデルでは貼らないことにしています。はい、そうしたらですね、こちらのシートをここの、ところにこの4箇所ですね、ここ合わせておいて、そしてこの GM のネジで裏側から2箇所止めるということですね。はい、で、ここもですね、あらかじめ GM のネジでネジ山を作っておいた方が楽かなと思いますね。はい、これで運転席と助手席がつきました。で、続いてですね、後ろの席をどんどん作っていきます。はい、それでは続いて第62号ですね。はい、それじゃあ62号もほとんど同じような感じの手順なんですけど、このような形ですね、スポンジを入れて、はい、このような形で挟み込むようにして、
ここですね。で、この3箇所をネジ止めすると。で、ここで使うネジは DP ですね。はい。で、完成した椅子をつけるわけなんですけども、これは L なので、必ずこっち側につけます。どっちでもいいということではないので、気をつけてください。ここにこのような形でつけていきます。はい、そうしたらここで BP ネジで椅子を固定するわけなんですけども、ちょっとですね、この感じだと、シートベルト長すぎますね、これね。こんなには出てない。普通はこっち側はもっと短いので、そうですね、だいたい1センチまでいかないけども、ちょっと冷たいですね。なので、これを一度外して、これをカットとして付け直します。はい、というわけでさらに短くしてこのぐらいにしてみました。リアのシートベルトだとこのぐらいかなと思います。はい、それでは次行きます。はい、それじゃあ続いて63号作っていきます。これも同じですね、容量としては。はい、でこの NP というちょっと長めのネジがここですね。これ相手がゴムなんでしっかりとは締まらないと思うんですよ。はい、どこまでも回る感じですかね。はい、とりあえずつけておけば問題はないと。浮かなければいい程度ですね、これは。はい、そしたらこのカバーをここにこのような形でつけて、はい、こうですね。で、ここ2箇所 BP のネジで留めます。はい、そしたらこちらの背もたれをここにこのような形でセットして、ここ2箇所ですね、ネジ止めしていくと。こちら側からネジ止めしていくと。はい、そしたらこれと同じ要領で、こちら側のシートも作っていきます。はい、というようなわけでどうでしょうか。このような形で、内装のですね、シートの取り付けが全て終わりました。はい、かっこいいですね。はい、でこれで65号のシート取り付けまでが終わって、65号ではここからさらにですね、ダッシュボードもつけていきますので、これからそちらの作業を紹介したいと思います。はい、それではダッシュボードの配線ですね。で、まずこの配線をですね、どこを通すかということなんですけども、ここから通して、裏側ですね、ここをこのような形で通っていきます。で、私の方のダッシュボードはですね、ちょっといろいろといじってますので、ちょっと皆さんの作っているノーマルのダッシュボードとは線の感じが違うと思いますが、そこはとりあえず気にしないでご視聴ください。まあ、こういうコネクターとかちょっと他の普通にノーマルに作るとないと思うので、でこれをここにこのような形で通していきます。はい、とにかくこのような形で全部の配線ですね、通していく感じになります。はい、すべての線を通してきちんとダッシュボードを乗っけるとですね、こことここ2箇所ですね、それからこっち側もこことここがぴったり穴に合うはずなので、この状態で BP のネジでまず4箇所止めてしまいます。はい、このような形でネジを止めた時に、止める前にちょっと確認してほしいことが一つあって、ここですね、ブレーキペダルのレバーがですね、こちら側から出てボタンのスイッチのところに引っかかってる感じなので、この時にブレーキペダルを指で押し込むと、こちら側のスイッチがこう押し込まさるんですね。このような形でカチッっていう音がする。この状態にならないとブレーキランプが光らないので、この部分だけとりあえず注意して、ここの作業をやってください。はい、そうしたらですね、次に裏返して3箇所ですね、ここ、ちょっと持ちづらいんですけど、ここですね、3箇所止めていきます。で、これひっくり返す時に何か柔らかい布のようなものの上でやった方がいいです。せっかくのですね、この綺麗なダッシュボードとかに小傷がついちゃっても嫌なので、このような形でですね、布の上でやってください。
はい、というわけで運転席このような感じになります。どうでしょうか。かなりかっこいいと思います。はい、いいですね。盛り上がってきますね、気分が。はいはい、そうしたら以前作ってあるこちらの、ファイアウォールですね、これを今度は取り付けていきます。はい、で、このファイアウォールはここの3箇所ですね。それがここ3箇所で止まる形になります。ここも同じく BP ですね。はい、それではですね、最後にちょっと配線を束ねていくわけなんですけども、かなり綺麗に束ねないと、ここら辺はですね、線が邪魔になって最終的にこのフロアパネルがつかないなんてことになる可能性もあるので、しっかりと束ねていきたいと思います。で、まずですね、両面テープをこことこっちに貼っておきます。はい、この辺りにこのような感じで両面テープをまず貼っておきます。はい、そしたらこの両面テープの上にですね、このような形で真っ平らになるように貼っていけばいいんですね。で、出ている線を1本ずつ確認しながら、外側からですね、きちんと振り分けながら、配線を持っていきます。まずこちらの線をこのような形で、こうですね。はい。で、次これ。別に線の順番っていうのはないんですけども、綺麗に並べて、ここからですね、綺麗に並べてこのような形で持っていくようにしてください。線がよじれないようにですね、よじれると厚み出てしまいますので、このような形で持っていくわけですね。はい、次々とやっていきます。はい、でこのようにきれいにまとめたら、こちらの付属のテープで貼っていくわけですね。ここをまず貼っていきます。はい、少しですね、テープ2枚しかついてないので、少しですね、アルミテープでさらに貼っておきます。はい、それからですね、ここのところに、このような形でマスキングテープで、一度貼って、さらにアルミテープでこのような形で補強する感じにしておきますね。はい、このような形で線をしっかりと束ねておきます。こうすることによって、こちら側から多少無理な引っ張る力がかかったとしても、実際にですね、 LED の根元に力かかることはほとんどないので、断線とかの恐れがなくなります。なので、こういった配線の作業はですね、丁寧に綺麗にやった方がいいですね。はい、それではですね、最後にこれを一度つないで再点灯のテストしてみたいと思います。すべての電気がですね、もう一度ちゃんとつくことを確認しておきたいということですね。
はい、それで点灯テストやる前にちょっとですね、仮に、シャーシの方に乗せてみたんですけども、線がですね、基板まで届かなそうなのが、この H と G がちょっと届かないと思うんですね。で、私のものは、さっきも言ったように基板の方結構いじってますので、こちらの LED の方いじってますので、それで短くなってしまったのか、もともと短いのか、ちょっと申し訳ないんですけど、今の時点でわからないです。で、皆さんのものが短いかどうかわからないんですけども、短くなってた、短い場合はですね、延長しておいた方がいいですね。はい、それではコネクターの延長作業が終わったので、早速こちらの方をですね、下回りに乗せてみたいと思います。はい、それでは配線の方が終わりましたので、とりあえずですね、試しに起動させてみたいと思います。私は NITE2000 に内蔵されているコンピュータの声です。KITT と呼んでください。キットでも結構。はい、問題なさそうですね。はい、それからですね、これとこれがブレーキランプになってます。なので、ブレーキペダルを押し込んだ時にこれらがさらに明るくなることを確認しておきます。はい、大丈夫ですね。はい、というわけでこれで65号までの作業が終了となります。この時点での LED 点灯テストは説明書にはない作業なんですけども、今回ですね、フロアパネルの下に配線を這わせる工作をしておりますので、この時点で今一度点灯テストをしておくと安心かと思います。逆にこの先の段階で不具合が見つかるようなことがあれば、修復作業もかなり大掛かりなものとなるのでお気をつけください。それからダッシュボードの回収方法などすべて動画にしてアップしておりますが、少しですね、難易度の高い工作などはチャンネルメンバー専用の動画となっておりまして、素組みだけでは満足できない方、工作の初心者から中級者レベルを目指したい方向けの動画となっております。もしよろしければチャンネルメンバーシップにご参加いただきまして、工作のスキルアップを目指しつつ当チャンネルの応援をしていただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。